はい、くんごぼんご、今週も楽しんでいただけたでしょうか。もういつもね、家にいるような話をね、渡辺さんとなんかしてたのであの、まあなんだよね、うん、楽しかったです。またこれから家帰ってもまた、うん、またお願いします。そうでね、見覚えのない人がここに一人いるわけですよあの以前作大 FM 作大らのホームページ経由でですね、ストリートやってる人で、あ、違う、番組内で喋ってたの。ストリートやってるので面白い人がいたらあの番組にゲストで呼ぶよって言って、で今日ね、あのいるのは分かってたんだけど、あのずっとね、なかなか歌ってるんでね、なかなかね待ってたんだけど、あのファンの女の子たちとね楽しそうになんかやってておじさんたちちょっとムーってまあだったので、なんで歌わねえじゃんと思って放送中には呼べなかったんですが、番組動画、逆にこっちの方がほら残るから、はい、ね、面白いかもしれない、ね、というわけで作平の、作平のって言ったらよくないかもしれないね、これからどうなるか俺は知らんからね、ストリートミュージシャンでこれから多分羽ばたいていくであろうという片鱗が一瞬見えたので、これは呼ばなきゃなって紹介します。ゆうの人、よろしくお願いします。ゆうの人です。すごいね、ゆうの、ゆうの人、はい、ゆうん、で伸ばし棒での人です。ゆうは、え、なに、ゆうって伸ば、え、なんだ、ひらがなの、ひらがなので伸ばし棒しての人で丸です、うん、あ、丸までつく、丸までつきます。あ、そうなんだ。その丸がつくっていうのはなんで丸がつくの。なんとなくですよ、なんとなくかセルフプロデュースができてるね、うん、でもほら、セルフプロデュースってほら丸の意味までなんかちゃんと言わないか、伝わないと思うよね、そうね、こんなわけで、新旧ミュージシャンの集まりなんで、じゃあ、ゆずってことらしいですまあね、うん、そんなわけで、一曲かっこいいので聴いてもらいたいんですが、フル尺だとなんなので、さあできるでしょうか。パパッとこう、一番聴けるところまで、ね、一番聴けるところ、いいところ、かいつまん、わかりました、いいところまで、はい、うん、いけるか、はい、うん、オッケー、じゃあやってみよう、はい、はい、じゃあ題名は言った方がいいですか。もちろんです、はい、うん、題名は英語でヘルパーという曲です。で、聴いてください。番組中にも一緒にまたやりましょう。え、いいですか。もちろんです、もちろんです。本当ですか。後で打ち合わせしてね、はい、いつ何日に出るみたいな話をしようかね、はい、じゃあね、はい、はい、すごいね、ありがとうございます、素晴らしかったです。ゆうの人どうでした。いやいやね、歌声いい声でした、ね、ありがとうございます。思わず入っちゃったいや嬉しかったです。渡辺さんが弾き始め、俺聞いてようかなと思って渡辺さん弾き始めて、おおみたいなすげえ楽しかったです、うん、コード覚えた。だいたい、だいたいカポしてるからね。はい、うん、これ半下げのチューニングで、うん、ニカポの、ニカポだって B マナーね。冒頭のこと俺言われてもらうから、
っちか。こんな感じね。なるほどね。なんかちゃんと返すければ。そうだね。これさ、じゃあさ、一回、映像を止めて、ちょっと打ち合わせをして、3人でもう一回同じサイズでやってみようか。ね。じゃあ一回切ります。さて、まあそんなわけで、数分が経過しました。ほんの数分です。5分ぐらいですね。打ち合わせをしましてですね、おじさんと、あなたと、なんか面白いことができればなと、今の曲を、ほんのちょっとだけアレンジして3人で、できるような感じになりました。さっきの動画と何が変わるでしょうか。変わんないかもね。じゃあやってみよう。はい。までの課題だね、うん、あの渡辺さん来た時に、うん、もう来てもらって、うん、打ち合わせちょっとして、うん、なんかこうちゃんとハモれるように、うん、お、あわたがりですか。じゃあ、あわたがりとかそういう違うよ。あの面白い人はどんどんね、うん、面白いことやって広がっていけばいいじゃない。あのこの番組に出たからって何かが開けることなんか一つもないのよ。そういうことじゃなくって、聞いてくれる人が多分これで、だ動画でも聞いてくれる人いるじゃん。ラジオ出ればラジオ出た分のこう聞いてくれる人がいるわけで、それが1曲になって2曲になってって増えていけば、渡辺さん、この渡辺学さんっていう方なんですよ、はい、ね、こういう方のように、いつまでも歌ってられると。まあ、それが幸せかどうかは置いてるね。まあそんなわけなので、これはミュージシャンを志しているとかそういうことではあるのないの。いや、今のところはまだわからない感じですね。うん、模索中です。いや今いくつってか、高校生、高校1年生です。ああ、ね、いいことだと思います。高1でこれで素晴らしいと、ね、高校生の時も音楽やる部しかあった、全然頭なかった。うん、そうそうそう、全くなかったけど、他に、うん、音楽以外ずっとなかったもんね。まあそんなわけで、こんなに歌えなかったと思う。いやいや、ごめんごめん、音楽しかなかったってことね、高校って。音楽がなかった、音楽しか、音楽しか頭になかったよ、ね、そういうことよね。そう、同じ同じ同じ。いや、ここ多分同じようなあれだわ。うん、だって高校の時、高1だろ、中学の時から学校行って練習してバンドやって寝て練習して朝練してたでしょ。朝練したしたしたね、朝、うん、ね、入ってた。そう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 、そんなもんだよね。いいと思います。あのまたぜひ番組にも出てください。したいですね。うん、なんか発信したいことがあったら、はい、番組内で言ってもらいたい。、うん、あとあのここでもなんかこう同級生たちに言いたいこととかなんかあれば、
告白するとか。ああいいねいいね。いやいやいや。なんだろうな。実はこんなことやってます。え、知らないの、あんまり学校の人に。知ってる人と知らない人がいますね。まだ高一だとな、まあはい、先輩もいるから知名度が低いです、ね、これから文化祭とかでガンガンウェブやらせていけば、うん、やっていきたい。なるほどね。あの畑元博くんが、うん、デビュー昔前みたいな感じの、うん、ああなるほど、声の感じも、ああそうかしました。そうね、このおじさんとかこのおじさん意外とあのいろんな人知ってるので、はい、でも知ってるだけだからまあそんなね、はい、感じで優の人をお迎えしました、はい、いいねいいね、こういうのね、あもう気になってたんだよ、うん、あちょっと見に行きたいな、実はまだ歌ってたからよかった、うん、おいじゃない曲何曲ある。今のところ5曲あります、ね、あ5曲もあるのね、はい、素晴らしい。一つはバンドの、バンドもやってんの、はい、さっきあっこにいたメンバー、うん、バンドメンバー、あーなるほど、そうなんだ、はい、今度ライブでやるんですけど、ライブはどこで、上田のイリアです、ね、上田まで行くんだ、はい、行きます。わかりました。はい、渡辺さん今日どうでした、放送は。放送なんか喋りすぎたったね。いやいいのよ、いいんだけど、そういうもんだから、だからストップしてって。あそうね、優の人いかがでした。優の人いい声してたよ、うん、だってあのまあね、うん、意外と歌ってる子でやるけど、うん、あの歌のリズムが結構ちゃんとあるっていう、そうだよ、ね、グループしてるっていうのがまず一番いいとこで、うんね、あの僕は歌のインストラクターとかもやってるんだけど、いないもんだってこれぐらい歌える。そうだよねそうそうそういいとこ、すいません、ね、隠れた才能を見つけられたね、よかったよかった。ありがとうございます、はい、待ってください ね、はい、そんなわけで、何が起こるかわからないクンゴボンゴ、また来週ぜひお楽しみに。